小野寺いつのリモト防衛省が BS プライムニュースに出演していいこと言ってた。いいこと？うん。聞きたい？聞きたい。小野寺氏は韓国政府に対して諭すようにこう言ったみたい。大量破壊兵器にも使われる材料だからちゃんと管理しなきゃね。数年間で150以上の違反例があったんでしょ。日本政府は説明を求めてきたけど、ずっと応じなかったよね。チェックをして輸出するだけだから、国家しなくていいんだよ。くくくくく、マジか？完全に優しく諭すように、だな。うん。とてもわかりやすく、かつ丁寧に韓国政府に向け発言したみたい。確かにわかりやすいね。これで理解できなかったら完全にアウトでしょ。アウトだよね。でも韓国はここ数日間、めちゃくちゃなこと言ってるからね。韓国政府が、むしろ日本が北朝鮮に核化水素を密輸出して摘発されたとか言っちゃったり、韓国メディアは、天皇は安倍を説得し、事態を解決すべきだ。韓日は同じ血が流れる同胞であるとか言っちゃったり、韓国政府関係者が、中小企業が戦略物資だと知らずに手続きを怠ったものだとか言っちゃったり、韓国産業部が、まだあんの？それがあるんだよ。マジかい。韓国産業部が、日本の経済産業省と会議が行われなかったのは、日本側の担当者が空席だったためとか言っちゃったり、もうめちゃくちゃだし、まるであの時と同じだよね。レーダー照射？そう。レーダー照射の時の論点すり替えと同じ。あの時は、日本が威嚇飛行をしてきたから、レーダー照射をしたって論点すり替えて世界に訴えてたでしょ。今回も全く同じに見える。しかも韓国側の主張に、ものすごく嘘が混ざってるんだよね。もう韓国を相手にしてたら、精神的に訳がわからなくなりかねないね。韓国側の返してくる言葉の数々が、まるで子供が嘘をつきながら、地団駄を踏んでる感じにしか見えないんだけど。そもそも、なんで国を挙げてこうも嘘がつけるんだろ。嘘をつくのが、普通の文化なのかな。わからんし、興味もない。でも、嘘だけはついたらダメだな。嘘をつけば、いつかは結局自分に跳ね返り、必ず追い詰められることになるからね。嘘をついたら気分的にもモヤモヤするからね。絶対に嘘なんかつきたくないよね。普通。普通はつきたくないね。まあまとめ的に言ってしまえば、韓国ザーケンナだね。韓国ザーケンナ。確かにそれで全てがまとまった。でしょ？ザーケンナで大抵のことはまとまるんよ。すごいね。テレルヤン。